はい、どうも。飽きましたね。パテモト協会でございます。ちょっと期間が空きましたけども、レベル上げ。ここで延々ね、レベル上げしてましたね。もうね、きつかったな。一日、まあ1時間から1時間半ぐらいね、やりつつ、まあなんとか、レベル15でございます。もう今やね、こいつらともね、まあこいつちょっとまだきついけどな。ダメージね、結構食らうんですよ。まあだけどね、渡り合えれる力はね、持ちました。私持ちました。ええですね。まあそろそろ、ね、魔法もこんだけ覚えたことやし、アイテムも、まあこんな感じで、あ、薬草ないわ。あ、松明いらんわ。そう、薬草、ここの町に道具屋ってどこにあるんじゃないんかな、やっぱりな。俺前見つけられへんかってん、この町の道具屋。薬草買っとかな、やばいやろ。どう考えても。あ、トヘルスケーター。この街ってないの？道具屋さん。鍵開けるわけにもいかんしな。道具屋、これだと武器屋やる？どう考えても。まあまあ、わからんけども。まあ、いいんですよ。こんなことはいいんだよ。もうとりあえず俺は、今から、ラダトームに戻って、あるやつと対決しに行きます。で、こっから行ってもいいんやけどな。薬草が一応欲しいなと思ってんねん、俺はな。こんなんじゃなくて。薬草売ってないもんな、これ。ちょっとね、このリムルダールに俺ね、道具屋さんどこにあるかわかんないんで、この鍵屋しか多分ないでしょ、ここ。鍵屋しかね。うん、多分きっと、ああ、出ちゃった。鍵屋しかないから、あったら教えてください。まあ、とりあえずもうこのまま行っちゃいます。まあ、このまま行っちゃうところといえば、見たほら、魔導士も逃げますからね。レベル15にもなれば。尻尾巻きますから。かといってね、一撃で倒せるレベルじゃないのよ。全然ね、全然一撃で倒せるとかじゃないんやけど、こんなやつやりますよ。20代とか。20代ですよ。もうこいつもね、まあまあね、行けますから。まあ、一撃ではないですけどもね。重なったなぁ。1って、まあ珍しい。1ってあんまないよ。なかったけどな。強いっしょ？強いっしょ？強いやろ、これ。めっちゃ。めっちゃ強なってない、俺。めっちゃ強なってんのよ。あ、でもこいつ結構手強いねんなぁ。まあ、言ってもね、ほら。いや、結構強なかったわ。一撃やった。あれ、俺こんな、あんな弱かったっけ、あいつ。まあだから20前後のやつってよくわかんないんだよな。19ぐらいしか与えられへんときもあったら、2発の敵っていう感じは、2発の敵はね、やっぱりこの辺ではね、だいたい2発だね。一緒ぐらいの強さでしか思ってないけど。まあこんなもん。俺は逃げたわ。ほら逃げましたわ。まあいいですわ。とりあえずここ行きます。ここに行きます。俺ずっとレミラーマって言ってたけど、レミーラやね。レミーラ。レミーラやろ。あ、ちょっと待って。薬草ないの大丈夫かな？めっちゃ広なるよね、これやったらね。今回初めて使ったけど、これな。とりあえず、呪文。多分70ぐらいでヒットポイントあると思うんだよ。よし、もうこんなギャルいいやろ。俺はね、あそこの鍵あるでしょ、ドア。ドアあるでしょ？あそこ行こうかな、思って。うん。あそこちょっと行ったろうかな、思ってね。思ってますねや。こんなね、雑魚い奴らのね、とこじゃなくね。まあ、この先ちょっとね、行ったろうかな、思ってます。んで、行ったろ。よし。え？こいでんの、急に。うわー、負け、身構える前。20、うわー、まんまでかいな。じゃあ、殴ろう。一発殴ろう。うわぁ、一桁や。やばい。やばい。じゃあ、ほいに。おぉ、じゃあ、おっつかへんやないけ。どういうことやねん。おい、ほいにめっちゃ回復しろ。こんな強いの？マジか。強っ。こんな強いの？
2000な無理やぞ。マジか。ちょっとまたここ早いな。薬草とか言うてるレベルじゃないよな。ホイミ落ち着かへんよな。うわベホイミか。ってかベホイミってすごいね。じゃあいたー。じゃあまあいいや、もうこっちはええわ。まあドラゴンは、まあドラゴンへの道はまだこれから先や。まだまだちょっと苦労と、もうちょっとベテランならへんとな、無理やから、とりあえず薬草買うて、うわー金減ったなー。もうちょいちょい俺一番目指していくなー。一番ぐらい行くと、死ぬみたいなね。うん、結構死んじゃうね。一万近くでなー。あれ買えへんがなー。14,800円のファミコンチゴテ、三日神の盾買わへんけど、薬草や。うん。薬草。約束終わったかな。長いわ。よしよし。じゃあ俺はもう一個ちょっと違うとこ行くわ。まあね、金なんてのはもうね、私はね、薬草と鍵と泊まり台だけあれええから。よし行こう。あ、じゃあタイマーずっとこう。もうタイマーいらんわ。レミールあんだけ強烈やついらんやね、もう。いらんやね、タイマーなんてね。お前タイマーアップ化してんね、俺のことを。俺のポッキをね、圧迫してますね、あんた。よし、いいよ。よしよし、タイマー切らん。あー！雨雲の杖と、雨雲の杖と、太陽の石あったからあそこ行っといてよかったな、あそこな。まあ、ええわ、後から行こう。とりあえず、だけど俺が行きたい方向はあっちじゃないか、どけ！この野郎。俺が行きたい方はこっちじゃないから。俺が行きたいのはね、東じゃなく西ですから。関西のとこやから。うん。よし。というわけで、いいところまでワープ。はい。そしたらですね、岩山の洞窟だったじゃないですか。ね、ラザトームの、西の方にあったね。岩山の洞窟からどんどんね、下に降りてきました、今ね。要は、ラザトームから東に行って南下してきたっていう形でございますね。はい。魔法使いなんで、緑のローブを被ってます。じゃあ、ここ行きましょう。ここの下に砂漠でしょ？あそこ行く。わあ！ちょっと待って。逃げよう。ああ！ちょっと待って。やめて！ 10 ポイントか。ちょっと危ないけど、こいつらね、俺ね、リムルダールのね、南側行った時、こいつら出てきた。結構ね、もうビビって帰ってきたけどな。結構、わあ、お前も出たな。お前見たことある。よし、ここ。ちょっと待って、入らせてな。よし。こちらはね、ドムドーラの町。滅ぼされた町ですね。さあ、行きましょう。うわあ、キラーリカント。まあまあやばいやろ。ちょっと逃げよう。ちょっとめっちゃ出すぎ違います。うわあ！お前いるんや。こんなとこのやつに勝てるわけないやんけ、お前。あそこの、ちょっと回復しよう。あそこの下っ側に、俺の、あるやん？ちょっとそこに、右下の方に木。多分あそこやと思うね。毒の沼地入るか一回。遠回りするか。多分あそこやったよな。俺のうろ覚えの記憶であそこやったような気がすんねん。当たりや。よしよし。こいつを倒すとね、この真下にね、あるんですけど。まあ何があるんだよ、ロトの鎧があんねんけど。取らへんけど倒す。倒せんのか知らんけどな。こいつの青いやつとすら戦ってないのに。よし、行くぞ。ジャイ！ジャイ！ブォッ！35ってお前。やめろ、お前。回収しきる。うわー！ジュー！会心の一撃ですよ。ここ調べると、
ロトの鎧があるんで、うん、まあ会心の一撃やったら、まあ、会心の一撃にちょっと浸ろう。うわあ、会心の一撃やったな、俺。すげえ。すごいな、俺倒した。会心の一撃やったし、あれなかったら絶対死んでたよね。うわあ、よし、いや。このね、下を調べると、ロトの鎧があるんですけど、まあ、それ取りませんので、とりあえず呪文で、ホイ見して帰ろう。よし、奴はぶっ飛ばしてやったんで、俺は。よっしゃ、おー、すげえ、俺、青い騎士も倒してないのに。逃げろ、逃げろ。青い騎士も倒したことないのに、青い騎士ってやつか知らんけど、鎧の騎士か。今何やったっけ、死の資料の騎士やったっけ。やめろ、やめてくれ、やめてくれ。今のは奇跡やから。どう考えても奇跡やから。あんなドラゴンの出る土地のやつに俺勝ったで。だから、会心の一撃が出るまでドラゴン二度目はドラゴンも勝てるっていうか、どんだけあの、運任せな、どんだけ運任せなね、ドラクエやねんっていうね。よしよし、よしよし、よし、俺よくやった。じゃあ今からね、とりあえず、違う土地に向かう、違う土地っていうか、リブルダールに戻って、俺は、雨雲の杖と、雨雲の杖とね、太陽の維新のね、合わさるところに行きます。というわけで、そこまで、ワープ。はい！じゃあ、到着しましたよ。リブルダール。じゃあ、リブルダールから南下していきまーす。いや、もうこの砂場、この砂場を、ね、もう何往復したか。カチカチやで、ほんま、ここだけは。ほんまね。俺の足でね、踏み固めたらね、砂がね、あそこね、あるんですよ。もう完全にね、獣道でこうやってできるのかなっていうくらいあそこで歩いたからな。よし、ここ行こう。ここ渡った瞬間で強くなんのよ。ほらね、石やろ？そう、ドム道路に出てきたやつと、だから戦ってみよう。あ、こいつくらいで勝てるかもしれないな。俺だってさっき倒したからね。資料の騎士やったかなんかそういうやつね。黒いやつね。よし、そこの階段とか行きたい。よし。来た来た来た。来たで。そこ入ったいで。よし、キメラとかも芝居だろうか。俺もなんかちょっと強気になってるわ。さっき勝てたから。うわ、ママ、効く、パンチしてるやん、手ないくせに。うおぉ、あの頃は俺をどんどん買い打ちにしやがったからな、こいつらな。ほら、経験値いいね、24ももらえっから。よし。階段。さあ、ここで。雨と太陽が交わるときなんかなるんかな。そのあと、お前もかお前もかあー、そうか。ロトの印かなんかいるんや。あれだってローラなかった。じゃあ、だけど、あそこに行ったらあるはずやからな。うわー、立ち去らされたわー。まあ、ええか。とりあえず今回勝ちましたんでね。うん。この辺にしましょう。とりあえずね、まあ、あんま意味のなかった、鎧の騎士みたい。鎧の騎士やったっけ、資料の騎士か。あいつ倒したんでね。まあ、今回はこれでよしとしましょう。というわけで、パテモソ協会でした。ありがとうございました。よし。次はロトの印取りに行こうかな。いや、だけどやっぱドラゴン倒さなな。ドラゴンの攻撃とかあんなもん、無理あるやろ、どう考えたかってね。だってベホイミ覚えへんと無理やもんな。ベホイミいつ覚えんやろ。ちょっとそれ考えつつやってからな。回復量はちょっと落ち着かないね。頑張ろう。ちょっと良かった成果出て。会心の地域やったけど。やばい。